ジェス・ロタルはイングランド出身のロックバンド。時代の変遷に合わせて様々な形態を取り込み進化していった1960年代末以降におけるロックミュージックのルーツを持つバンドの一つ。また、ロックにフルートを持ち込んだことでも知られ、デビュー当初から独自の存在感を放っていた。世界での売り上げ枚数は6000万枚を超えている。1967年。 ブルースバンド、ジョン・エヴァンズ・スマッシュの元メンバーだったヤン・アンダーソンとグレン・コーニックを中心に結成。翌年にアルバム、日曜日の印象でデビュー。このアルバムは前衛10位にチャートインし、その年のメロディメーカー誌の人気投票でビートルズに次ぐ第2位を獲得し注目される。結成当時のラインナップはヤン・アンダーソン、ミック・エイブラハムズ、 グレン・コーニック、クライブ・バンカーの4人。結成当時は、イアン・アンダーソンに並んで、ミック・エイブラハムズの影響力も大きく、ブルース・ロック色が濃い作品だった。だが、ブルース・ロックの範疇に収まらないジャズや、ブリティッシュ・トラッドといった別種の泥臭いフィーリングを含んだ曲もあり、他のブルース・ロックバンドとは一線を画するものであった。デビューアルバム、日曜日の印象をリリース直後に、 ミック・エイブラハムズが脱退するが、ローリング・ストーンズが制作した TV ショー、ロックンロール・サーカスへの出演が決まっていたため、1968年12月に、アースのギタリスト、トニー・アイオミを引き抜き、ロックンロール・サーカスの収録を乗り切る。この仕事のみで、トニー・アイオミは脱退して、アースに復帰することとなり、最終的には、ゲッセマネというバンドのギタリストであったマーティン・バレを加入させ、 セカンドアルバム、スタンドアップをリリースする。ブルース以外にも音楽性を大きく拡大させた。このアルバムは、前衛第1位となる。中でも、バッハの楽曲をジャジーかつ、RC にアレンジしたインスト曲、ブーレは、注目を集めた。左、イアン・アンダーソン・ミキ・マーティンバレ1973年続く、アルバム、ベネフィットは、アメリカでも11位とヒットを記録し、さらに脚光を浴びた。 この時期、同じクリサリスレコードに所属するバンドだった、トラフィック、テンイヤーズアフター、プロコルハルムなどと共にブリティッシュロックの世界的な位置づけを確定させた。その後グレン・コーニックが脱退するが、バンドは文学的な気品とリリシズムを独々しいユーモアと盤石のテクニックで演出した、プログレッシブロックで人気を拡大していき、アクアラングからこの方向性が顕著となる。同アルバムは、 英米両国のアルバムチャートでトップ10位を果たし、アメリカツアーも大成功を収めた。その後、クライブバンカーの脱退、バリモア・バーローの加入を経て、ジェラルドの汚れなき世界、ファッションプレイというアルバム全体が一曲という大胆な対策で全米1位を獲得するまでになる。技術や創造的な必要上グループの結束力は強かったが、 結成10年を経過する頃からメンバーが流動化した。1979年、アルバム、ストームウォッチ北海油田の謎を発表後のツアーに、フェアポートコンベンションのデイブ・ペグが参加して、ペグは1990年代中期まで、ジェスロタルの正式メンバーとなる。ハンガリーブ・ブダペスト公演1980年、イアン・アンダーソンは、エディ・ジョブソンらとともに、初のソロアルバムを制作しようとするが、 最終的には、ジェスロ、たる名義のアルバム、A としてリリースされた。2003年、クリスマスアルバム、ザ・ジェスロたるクリスマスアルバムをリリース。これ以降、新たなスタジオアルバムの発表が途絶え、ライブを中心に活動。2011年、バンド活動が事実上の停止。2014年に、イアン・アンダーソンは、無期限停止を公表した。2017年9月、イアン・アンダーソンは、 バンドのファーストアルバム、日曜日の印象の50周年を記念して、2018年に新しいスタジオアルバムをレコーディングするためのツアー計画を発表し再始動。ラインナップは2012年以来、イアン・アンダーソンのソロバンドのメンバーであったミュージシャンを含んでいる。同年3月1日から予定通り、ワールドツアーを開始した。ジェスロ・タルというバンド名は、18世紀イギリスの 農学者の実名に由来している。当時彼らはロンドンの複数のクラブに出演していたが、必ず一回で仕事を打ち切られて継続的に出演の予約を取るのが難しかったため、次々に名前を変えて別のバンドのふりをすることで食いつないでいたという。バンド名はエージェントの思いつきで決められていたが、ある時、歴史マニアのエージェントが農学者の名前にちなんで、ジェスロタルと命名した。 たまたまこのバンド名で出演していた時に、クラブの支配人に気に入られて、継続出演が決まったため、それ以降も同名で通すようになり定着した。ローランドカークに影響を受けたヤン・アンダーソンのフルートを中心に、パントマイム劇を取り入れたライブも好評だった。幻想的なサウンドや複雑なコンセプトを持ったアルバム作りなどから、プログレッシブロックのジャンルにくくられることが多い。 日本では欧米に比べ、一般的な知名度こそ低いものの熱烈なファンも少なくなく2005年までに4回の来日を果たしている。2013年のヤン・アンダーソン来日公演では、アルバム、ジェラルドの汚れなき世界の完全再現ライブを実施した。2019年10月時点7月17日、大阪厚生年金会館、19日、 新宿厚生年金会館8月17日大阪厚生年金会館18日名古屋市公会堂23日28日 NHK ホール9月22日渋谷 ON ウェアイースト5月11日12日渋谷公会堂詳細はジェスロタルの作品を参照ありがとうございます